子どもたちに建設業の魅力を知ってもらおうと沖玉未来の建設フェスタが開かれた。デジタル化が進む状況にも触れた。建設業自体も昔と違って、昔はよく 3K といって機械汚いきついなというふうに言われていた職場かもしれませんけれども、今はとてもきれいになって安全で、そしてその中でも IT 化がとても進んでいる業界であるっていうふうなことでもあるので、実際に業界とても進歩しているんですけれども、そういったことを知っていただきたいと思います。諦めずに最後まで頑張りましょう。